お嬢様、どうか気をお沈めください。誰が犯人かはまだ分かりませんぞ。それにベアトリーチェ様、親方様の大切な賓客です。だから何だってんだ。本人の胸ぐらひねり上げていれば白状するに決まってるぜ。目を見れば分かるんだよ。私が見破ってやる。何が魔女だ、ベアトリーチェだ。化けの皮を剥いでやる。開けろよ、ベアトリーチェ。出てこい。聞こえてるんだろ。ここを開けろ。ここマスターキーで開くんでしょ。開けて。お嬢様、それは大変な失礼に当たります。カノンさん、いいんですか。もしおられたなら無礼になるのは承知です。それにもしベアトリーチェ様が何の関係もないというなら、それを僕たちに釈明して納得させればいい。そうだぜ、その通りだ。借りるぜ。お姿がありませんね。お嬢様、ここに何か書かれています。書かれてるってなんだ。
舐めやがって。お嬢様、気をお静めください。お怪我をなさいます。離せよ、畜生畜生。出てきやがれ、ベアトリーチェ。よくも父さんと母さんを。そんなに私が怖えかよ。殺してやる、殺してやる。ぶっ殺してやるから姿を現しやがれ。だから離せって言ってんだろ。私がぬくぬくとここであなたが飛び込んでくるのを待ちぼうけるとでも。素敵な夜に粗暴なるあなたは似合わない。こんな間抜けに育てた親はどんな顔。うん、見たよ。本当にそっくりな間抜け面。今はお菓子の国でお腹いっぱい。これはお渡しください。お怪我をなさいますと申し上げております。離せって言ってんだよ。くそーくそ
お嬢様、お薬を支給。南條先生をお呼びします。ゴーダさん、僕に任せてくれませんか。カノンさん、いいのですか。今のお嬢様には涙を流す時間も必要なのだと思います。ご両親のあんな死に方を目の当たりにしてはそうですね。わかりました。私はローザ様のところへ戻ります。お嬢様をくれぐれもよろしくお願いしますよ。はい、お任せを。こちらへ。今お薬をご用意します。大丈夫ですか、お嬢様。私は大丈夫だぜ。父さんと母さんはダメだけど、私はもうちょっと泣きゃ大丈夫だぜ。
廊下におります。ご用がありましたら、すぐにお呼びください。何か？廊下にいます。いつでも呼んでください。ありがとな。しばらくだけ。一人で泣かせてくれ。はい。失礼します。家具でしかないのか。本当に女心のわからぬやつよ。ああいう時は黙ってそばにいるのが正解だ。だから故に貴様は家具なのよ。貴様。女の傷つけ方は三つある。特別にわらわが教えてやろう。一つは刃物で傷つける。一つは心で傷つける。そして最後が一番難しく一番効果的に傷つけられる。なのに意識せずして傷つけられる。わかるか？わかるわけもないし知りたくもない。期待を裏切るだ。女ほど夢見がちな生き物はいない。勝手に夢を見勝手に傷つく。お前のような距離の男が一番女を傷つける。わかるまいな。貴様にはどれほどジェシカを傷つけてきたか全く考えが及んでいまい。家具だから。お前のたわごとに付き合う気は毛頭ない。僕を嘲笑うためだけに姿を現したというのか。うぬぼれるな家具。貴様ごと嘲笑うにも足りぬわ。しかしそなたも一人ではそれに値しなくても二人揃えば十分に足りる。若々しき男女の悲運を笑う喜びは何度繰り返しても飽きぬのでな。何だと？まさか貴様、お嬢様を。第二の晩の生贄に
寄り添う二人が必要なのでね。お前たち二人は実に都合がよい。待て、勘違いするな。僕はお嬢様と、そういう関係じゃない。第二の番の生贄にはならない。だからお前はジェシカを傷つける。だからお前は人間になれぬ。ならばよいだろう。貴様がジェシカを思い人と認めぬならば、それを受け入れてもよい。だがジェシカは殺す。なぜ？このバカが。決まっておろうが。殺したらそなたが歪めるだろう。その表情が楽しいからの他に何の理由が必要なのか。儀式に従い、わらわは気まぐれに13人を生贄とする。だがそれ以上殺してはならないとの決まりはない。わらわが楽しければ幾人でも殺す。だから殺す。わらわを思いっきり笑わせてみせろよ。カーグカーノするものか。出てこい、ベアトリーチェ。これで満足か。これで全ては筋書き通りよ。今やそなたは訴状の恋よな。いや、二人が揃ったのだからカモとネギと呼ぶべきか。お下がりください、お嬢様。僕が守る。姫に騎士が揃わば魔女が現れるのは必然よ。どれ、金蔵の家具がどの程度の力を持つか見せてもらおうではないか。
せてもらおうではないか。金蔵の家具の力を。今度は間違えるな。家具であることを忘れるな。この後に及んで人間のふりを続けるのなら、死ぬのはお前だけでは済まぬぞ。壁に下がっていてください。背中は決して壁から離さないように。姫君はおとなしく騎士殿の背中に隠れているがいい。自らの命を男に守らせる醍醐味でも存分に味わえばよい。さあカノン、お前の刃を見せてみよ。美しい。金蔵は家具を生み出すことに関してだけはわらわの足元に及ぶやもしれぬ。こんなもの、バラの手入れにも使えない。カノン君、それは見せたくなかった。よくぞ抜いたぞ。思いを寄せる女の前で己が人間以下の存在であることを晒した気分はどんなものよ。黙れ。ふんどで己を焦がしているくせに冷静を装うか。なるほど、真に熱き炎は青く静かだという。今のそなたがそうだというのか。僕の力でお前を殺すことなどできるわけもない。お前は月、石つぶてを投げたとて月を砕くことなどできるわけもない。だがお前は権限するために水面にその姿を映す。水面に石つぶてを投じれば一時月を乱すこともできるかもしれない。しかし月を砕くことなど至らない。だから僕はこの命尽きるまでお前の映る水面を叩き続けてやる。気に入ったぞカノン、始めろカグども。奇跡だ。私は夢を見てるの。来い魔女のカグメ、元来た地獄へ叩き落としてやる。
が戻らぬことを言い訳につぶやいてもよいぞ。カノン君、しっかり。大丈夫、僕はまだ死なない。主の帰りを待つがいい。行け。ハンドメイドには勝てぬか。そこまで見下げたものではないらしい。次はお前だ、ベアトリーチェ。面白い見せ物であったぞ。それに免じ見逃してやろうかと思ったが、今の無礼で気が変わった。嘘をつくな。お前にお嬢様を殺させはしない。たとえそれが無理でも僕より先に殺させはしない。お前にはそれすらできぬわ。喋るな、カグが。無口であれ、カグが。身の程を知れ、カグが。カノン君はカグなんかじゃない。ほう、なぜそう言えるのか。理由なんかいらない。カノン君はカノン君だよ。うん、本当の名前は別にあるけれど、それでも名前はカグじゃない。カノン君にはカノン君の生き方がある。それはとても高潔なもので、自らが決めるもの。カグだから意見しちゃいけないとか、カグだから自分の人生を持っちゃいけないとか、そんなのないよ。お嬢様、あいつを挑発してはいけません。うん、はっきり言っておくせ、カノン君はカグじゃない、人間だよ。どうして。カノン君は自分の意志で私を助けに駆けつけてくれた。そして恐ろしい魔女であるあんたの前に立ちはだかってくれた。私を見捨てることなんていくらでもできただろうに、そうしなかった。自己犠牲は人間だけが持つ高潔な精神だ。だからカノン君は人間なんだ。だから訂正しろ。カノン君を核だなんて呼ぶな、二度と。お嬢様、語るな、人間が。とっとと終わらせよう。何しろまだまだ第二の番。互いの尊厳を認め合う、
寄り添いし二人を今こそ生贄に捧げよ。さあさあおいでなさい。罪を許しなさい。煉獄の七杭が一つ。色欲。色欲のアスモデウス。ここに。茶番は飽きた。第二の番を速やかに遂行せよ。わらわに瞬きを三つも許すな。仰せのままに。また妙なのが出やがったぜ。素敵な獲物に恵まれるなんて、なんて幸運なのかしら。怯えてる？かわいい。来い、魔女の家具。お前には殺されない。私の姿を追うこともできないのろまのくせに意気がって。行くわよ。ねえねえ、どこがいい？どこを貫いてほしい？お答えなさいよ、かわいい子。あなたの好きなところを思い切り貫いてあげる。さあさあお答えなさいよ、かわいい子。僕をかわいいと言うな。行くわよ、ノルマ。さあ追ってごらん、その節穴で。目では追えなかったけどよ、読みは当てたぜ。ざまあ、見やがれ。カノン、ジェシカお嬢様はお前より先には殺されなかったんじゃないのか。そうそう、それそれ、その顔よ。お前のその顔が見たかった。楽しんだ、実に十分。もうよい、死ね死ね、笑わせろ。さあさあおいでなさい。罪を許しなさい。煉獄の七杭が一つ。フンド。フンドのサタン、ここに。その獲物はお前のものだ。今すぐ喰らってこやつの舞台に幕を下ろしてやれ。人ならば交番とも言おうが、家具のお前の場合は大道具係が舞台裏に運び出すといったところか。僕はもう家具じゃない。そしてそれを二度と疑わない。なーに？あんたまた私に殺されちゃうの？あんたの胸、暖かくて本当に貫くと気持ちがいいのよ。さあまた味合わせて。あなたの暖かい胸の中で
熱い熱い血潮で私を思いっきり気持ちよくして。守りきれなかった。気にしないで、かっこよかった。100年を経ようと家具は家具よ。捨てるときに家具のために墓穴を掘るバカがどこにいる。家具は叩き割って薪にして、後には灰しか残らぬわ。そういうことよ。家具に刻める墓碑などない。貴様は死ねばこれ以上の屈辱を受けることがないと信じてるようだが、それは甘いぞ。死者を辱めるというのがどういうものか、わらわが教えてやろうぞ。